歴史トリビアチャンネル。2023年、今年の大河ドラマは、どうする家康が放送されています。東照大権現家康公や、暴れん坊将軍吉宗公に象徴される、徳川の歴代将軍たち。彼らは武家の統領、将軍として、当時、どのような一日を過ごしていたのでしょうか。このチャンネルでは、学校の授業や教科書では学ぶことのできない歴史上の雑学を中心にお届けします。今後も様々なトピックスを取り扱いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければ幸いです。将軍の一日を紹介する前に、江戸城について少しだけ触れておきます。江戸城は現在の皇居のある場所にあった日本最大の敷地面積を誇るお城でした。江戸城は本丸、二の丸、西の丸という三つの御殿に分かれていました。本丸は御所の中心、二の丸は将軍の別邸、西の丸は将軍の隠居後の住まいといった位置づけだったようです。本丸の内部は将軍が大名と謁見したり、諸役人が働く中央政庁として機能した。表、将軍が起居したり政務を行う私的空間の中奥、将軍の正室をはじめ女性たちが生活する男子禁制の大奥、特別されていました。図面上、黄色の部分が表と中奥、ピンクの部分が大奥です。表と中奥に明確な境界はなく、大奥のみ完全に別世界とされ、中奥とはお鈴廊下と呼ばれる二つの廊下でのみつながっていました。現代でも江戸時代の題材として数多く取り上げられる大奥は、女社会であるがゆえに将軍すらその実態を把握できない謎に満ちた空間だったといえます。江戸時代の町人の暮らしぶりは、さまざまな挿絵、資料などから広く客観的に垣間見れると思いますが、江戸城内の将軍はどのように一日を過ごしていたのでしょうか。江戸時代後期における将軍の一日は、おおよそ上記のようなタイムスケジュールとなっていました。江戸中期以降は食事も一日3回となり、自由時間も午前、午後、夜と3回設けられるなど、町人の生活と比べると趣味に割ける時間も多かったようです。将軍の起床時間は毎朝6時頃でした。将軍が目を覚ますと、宿直していた小姓が、もうと大声で触れ回ります。もうというのは、将軍様はもうお目覚めですという合図。この朝一番のもうの呼び声とともに、江戸城の一日が始まるのです。起床した将軍が最初に行うのは、まず洗顔とうがいです。その後、朝8時に朝食をとります。朝食の献立は、お吸い物と香の物、その他キスの塩焼きが出る程度でしたが、月に数回はタイやヒラメをお頭付きで食べていたようです。食事が始まった途端、おぐし番に声がかかり、係の者がやってきます。時間を節約するため、食事中に髪型を整え、酒焼きや顔を剃っていました。食事の膳が片付くと、今度は6人もの医者が次々と脈を取ります。外科、眼科、針医も2人ずつ登場しており、それらの医者による検診が毎日行われていました。将軍様は意外と多趣味？趣味は将軍によっても当然異なります。武芸、書道、絵画、読書、釣り、鷹狩り、特に歴代の将軍たちが好んでいた趣味が書道でした。三代家光、五代綱吉、十代家春、十四代家茂など、多くの将軍たちが勤しんだようです。昼食を済ませた将軍は、午後になると政務を行いました。主な内容は、
大名との謁見や老中から上がってくる案件の処理です。具体的には役人の任命や免職、死刑判断など将軍の許可が必要な案件でした。一日の勤務時間は 2,3 時間程度で、通常午後2時頃には終了していたようです。緊急事態が発生した時は別で、たとえ夜中に就寝中であろうと、すぐに知らせの者が駆けつけ決断を求められました。ゆえに幕末の動乱期には将軍もかなり多忙だったようです。午後5時頃からは入浴タイム。将軍は風呂場に行くだけで、脱衣から体を洗い着替えるまで全部小姓がやってくれました。湯船に浸かる習慣はなく、体を流す程度だったようです。午後6時頃からは夕食の時間です。将軍が口にする食事は事前に3度も別の役人たちが毒味をして、問題がないものをようやく将軍が口にするといった感じでした。しきたりの多い武家社会において、将軍の食事にも様々なタブーがあり、 NG 食材もたくさんありました。毒のあるフグはもちろんのこと、マグロやサンマ、ドジョウも不可、匂いの強いネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウなども NG でした。この時代、牛馬は農作業に欠かせないため食用にはならず、鶏肉を食べていました。中でも将軍が好んで食べていた鳥がこちら。姿の美しさから珍重された鶴は、将軍、大名のみならず天皇家にも献上されました。鶴を食する行為は現代では到底考えられないですね。夕食後は読書や娯楽などをして過ごした後、夜10時頃には就寝します。大奥へ渡り泊まる場合もあったようです。将軍の長い一日はこうして終わったようです。いかがでしょうか。食材に制限がある食事に、時間帯によって決められた行動、そして現代社会では考えられない監視下に置かれたプライバシーのない生活、当時の将軍たちが何を思い考え余生を全うしたのか、心情を確かめてみたくなりますね。今回は江戸後期の将軍の平均的な一日の暮らしぶりについてお届けしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。